ちらはフィンランドで見つけたムーミンの記事になります。はい、かわいいですね。かわいいですね。なんか森の中でキャンプでしょうかね。これからの時期ですね、夏休みキャンプ。いいですね。はい、かわいいです。これこう秋バージョンとか冬バージョンになりますよね。はい、これやっぱ 春夏の。そうですね。いいですね。ムーミンはかわいいですね。楽しそう。これはあのお部屋に、そうですね、ネックを飾ってもいいしね、飾っていただいてもいいですし、うん、これからガーデニングパーティーなんかにね、あの古風ですので、すごい気がなく使います、ね、そう、ここいいですね。なんかこうこう眺めながらコーヒーいただいて、外でね、うん、ピクニックしてるような気分になってきますね。ああ、いいですね。ピクニックしたいです ね、はい、こちらはマリメッコの記事になります。これは素直に読むとヘイリーでしょうかね。1990年ます。いいですね。夏っていう感じで明るくて、こう大胆に生き生きとね、こう花が上がるね、はい、ね、自由自在にね。そう、はい、雑用係さんが言いたいこと分かってますよ、ね、うちの店長みたいですね。うちの店長どこでしょう。あの菜園のキュウリがもうどん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 鶴がね、もう勝手にこう伸びていっちゃうんですよ。それ見た時ね、はい、なんか店長を想像しました。はい、これが終わったら、はい、ちょっと店長室まで来てください。店長室、校長室みたいな、はい、でも本当ザ・夏みたいな感じ、いいですね、いいですね、うん、はい、お部屋が明るくなりますね。本当こう一枚広げるとこう、うん、お部屋閉める面積大きいから、ここからと雰囲気が変わります。変わりますよね。はい、こちらはフィンランドで見つけたタンペラの生地になります、うん、オレンジがね、うん、夏っていう感じですよね。このクッカ、お花のね、お家、ね、うん、お花畑に囲まれたお家でしょうかね、うん、はい、こういう感じでタペストリーみたいですね。いいですね、うん、こういう感じでしょうか ね、 ね、もしくは、ね、大丈夫ですか。いいです。なんかちょっと重心を崩してよろっとしましたね、はい、はい、これも明るくなりますね。なりますね。こちらはマリメッコの記事で、クレジットはないんですが、こちらは夢です。脇坂勝治さんのデザインになります、うん、はい、で今までは本当はあの大きい1枚でね、ご紹介することが多かったんですが、今回は歯切れとして入荷しました、ね、何か使ったんでしょうね。ここはちょっと欠けてますね。ここもちょっとハサミが入っちゃってますね。ここも1センチほど、はい、これは問題ないですね。ただね、このカラーは初めてなんです。今まではここはグリーンだったり、ね、色として、はい、こちらは紫です。こんな感じでね、はい、パネルのように部屋に飾ってね、素敵です ね、 はい、こちらはフィンランドの蚤の市で見つけた小花模様の生地になります。レトロ感がいいですね。途中係さん好きなんですよね、うん、生地好きな方たまんないじゃないですか。これここが両方耳ですか。この幅の生地ですね。そうですね、うん、はい、ベースはちょっときなりに近いような色は真っ白ではないですね、うんうん、ここ見ればちょっと T シャツと比べれば分かります。はい、ですね、なんかこう、こんな感じでこう風に揺れてたらなんかいいですね。ね、ちょっとしたキッチンのカーテンとかでもいいですね、うんうんうん、これで今流行りのレトロのグラスでね、うん、カルピス飲んだりオレンジジュース飲んだりしたらどうでしょうか。懐かしさが込み上げてきます ね、 こちらマリメッコの歯切れになります。クークナー、そうですね、はい、ほこりだけですね。あ、そうですね、ここがね、なんか使われてるんですよね。でこういう方向で何か、はい、ね、何にしましょう。でもいいですし、ここをちょっと多めにしてこうして目隠しにしていただいてもいいですね、うん、あとは、はあ、ちょっと敷物にしてもいいですね。こんな感じでね、壁マットでしょうかね。壁マットもいいで
ですね。可愛いですよね、うん、こちらマニメッコの記事でクッカトリ、クッカトリ、はい、もう一枚ございますね、はい、なんか同じところから出てまいりました、うん、こちらやっぱりなんかここはちょっと、うん、あのほどけてるんですが、ここはこう縫われてるとかね、うん、こういう部分でなんか小物制作をするとかもいいですし、窓でちょっと、うん、こんな、うん、はい、ね、長い窓でしたらキッチンのね上のこの小窓の長いところのね、うん、カーテンにしてもいいかなと思います、はい、こちらも先ほどご紹介した生地クカトリと同じですね、はい、これもこうガラスとか、うん、そこだとなんかまた違いますイメージ、なんか違いますねイメージが ね、敷物もいいかなっていう感じですね、はい、こちらはマニメッコの生地でウニコになります。ちょっとこうヴィンテージ感が感じられる生地でしょうかね、うん、ちょっと白っぽく毛羽立があって、はい、ここに穴が入ってますね。でもこのまたレトロ感といいね、うん、開いちゃってる穴が可愛いですよね。ちょっと薄いでしょうか、うん、そうですね、古風感がちょっと感じられますが、でもウニコです。今年ウニコ誕生60周年なんですよ。はい、この間あのフィンランドのパートナーさんの話では60周年ということで、今ヘルシンキの市内ね、マリメッコの洋服着てる方が結構街に多い、多いって言ってましたね、うん、そんな話がありました、ね、うん、はい、そうですね、いろんなところにね、これね、ちょっとティータイムにするだけで全然、そうですよ、全然違いますね、全然違います、雰囲気が、ね、こうやってこうちょっと野の花みたいなものね、そういうとなんか違いますね、違いますね、はいはい、こちらはマニメッコのロッキーですね、歯切れになります、はい、白黒のね、これもちょっと大人っぽいですよね、うん、はい、未使用っぽいですね、そうですね、うん、未使用になります、はい、ちょっとあれか、こう見ると分かります、あ、ここが短いですね、こう、まあ、こんな感じ、ちょっとこううねってる感じでしょうかね、うん、直線ではないっていうことです ね、これはなんか大きいよりも小さく柄を取った方が、ね、このぐらいにした方が、もしくはこのぐらいでこの敷物にした方がスペース、夏至なんですよ。今日か、夏至、はい、ね、はい、今日か、はい、夏至、いいですね、夏ですけど、ろうそくをね、うん、キャンドルをつけて夏至、はい、こちらマリメッコの生地でクークナですね、はい、これもホコリダケですね、はい、オイバト一家の作品、何度かうちこのブラウンとブルーをご紹介してますけど、はい、これはもう小物制作いいですよね、いいですよ、ほんのちょっと使うだけでね、うん、そう、部分的にガマ口、巾着、ポーチ、ブックカバー、渋いですね、渋い、うん、いいじゃん、夏休みはこれで本を読んで、うん、ね、いいです ね、読書三昧ですか、いいですね、したいですね、こちらはマニメッコの生地でレポ石本不二雄さんデザインになります。このね手書きのようなねさっさとしたのがいいですね、はい、この字ぴったりですね、ぴったりです、これもね大きいよりもちっちゃいくないですね、せめてこのぐらいか、かもしくはこの半分でキャンドルですね、あ、このぐらいの大きさでいいですね、そう、このぐらいの大きさがいいんですよ、2倍楽しめます ね、こちらはフィンランドはのみのうちで見つけたムーミンの生地になります、はい、ちょっとねスレ感と、うん、あのなんかインクみたいなものがところどころありますので、うん、はい、そこを避けてね小物制作、うん、いいですね、はい、まあ特に避けなくてもそのまま、この柄は昔ねあのフィンランド行った時のみのうちのおばあちゃまのハンドメイドのね、ありましたね、子供用のピロケースがバーッと売ってて、ね、もう全部クラスアイって買ってきましたけど、
可愛いんですよ、これでね。可愛いんですよ。そういう子供用のピローケース作った。何もこう、あと使い古した、まあ、使われ何度も洗濯した生地なんで、肌触りがいいんですよ、ね。いいですね。新しいものはゴワゴワしてるんですけど、はい、優しい感じでね、はい。そういうものにいいですよね。こちらはフィンランドの蚤の市で見つけたタンペラの生地になります。元気がいいですね、はい、未使用ですけどかなり古い時代の、はい、でもいい状態ですよ ね、生地として。これも小さい方がいいな。いろんなところにこう色と小物製作でも使えるし、そう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 、別にあの縫製しなくても折るだけでもいいですよね。ね、敷物としてもね、アクセントにもいいですね。そう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 、はい、こちらはマニメッコの生地になります。とてもちょっと歯切れで、うん、はい、あとちょっとこの辺にねシミがあったりところどころします、うん、はい、何を作った後なんでしょうか ね、なんかこれ歯切れがドミノ図で出てきたんですね。そうですね、多分フィンランドのお母さんがいっぱい溜め込んでおいて、うん、何か作ろうと思って溜めてたんだけどもっていう感じですかね。やめちゃったんでしょうかね、うん、縁あって日本にやってきました。はい、歯切れセットになります。ウニッコに、これは脇坂和さんのデザインですね、はい、こちらは影と石本さん、はいはい、こちらを3枚セット、ね、3枚セットですね。で、あの生地の状態としてはちょっと未使用かなっていう感じがします。はい、パッチワーク用の予備、はい、いいと思います。この柄の柄もいいですね。ありですよ、ね、そうすると3、4、12枚のピースになりますね。はい、なんかパッチワークできそうですね。できます、はい、こちらはマニメッコはラシーマットの歯切れになります、うん、こんな感じですね、うん、きっとこの辺をなんか大体に使ったんでしょうね。はい、ちょっと熱いですね、生地ね。そうですね、コットンキャンパス地までいかないですけど、はい、これさっきと同じ多分出所同じでしょうね。多分あのまとめて、はい、何か作ろうと思った生地だと思います。経年感はないんですけど古いですね、やっぱね、うん、古い生地ですね。今この色合いでのラシーマットってそう出てこないですよ ね、うん、何かねちょっとしたアクセントにお使いください。はい、はい、こちらもマニメッコの生地になります。1、2、3、4枚のセットになります。サイズそれぞれ、はい、スレ感ございますけどね、はい、何か小物製作に、はい、ね、何かお部屋のアクセントにも、はい、お使いください。はい、以上でしょうかね、はい、はい、なんかやっぱり暑く感じますね。暑いです。暑く感じます。これ梅雨が明けたらもっとすごいんでしょうね。はい、感じ方が、はい、目つぶってるの分かります。この人がいるって。分かります、分かります。これからね、目つぶってもね、はい。あ、怖い怖い。と、はい、いうことでね、これから梅雨入りで本当にね、お家にいることが多くなるかなと思いますけれども、はい、でも楽しく過ごしたいですね。今回結構歯切れが多いじゃないですか。はい。なんかいろいろとね、あの物作る方、うん、ワクワクじゃないかな。ね、ワクワクドキドキ。うん、すると思います、うん、作ろうかな、はい、これ作ろうかな。だって私が梅のね、うん、手仕事、うん、夏の手仕事するときはそうですからね、きっと皆さんもそれと同じ気持ちなのかなって思います、うん、はい、あと何かありますか。そうですね、とにかくもう体調気をつけてね。そうですね、おかげさまで私たちもね、喉を治ってね、はい、本当に今年は長かったですね、喉の調子もね、はい、あの人は私、はい、あの人に移すと早いんですよね。だから私は自力で頑張りました。はい。ね、そういうとこ以外が以外です。やっと、うん、大丈夫ですね。そうですね。あとはちょっと歌いすぎじゃないですか。カラオケ。はい。気をつけてくださいね。はい。言ってないって。喋りすぎ。喋りすぎ。気をつけてくださいね。喋ってないって。はい、でも本当急に。涼しくなったりかと思うと翌日はすごい30度超えだったりしますので、皆さんも体調にはね、うん、気をつけてください、はい、食べ物、運動、睡眠でしょうかね。そうですね、はい、
じゃあ最後締めますか。はい、はい、そうだね、皆さんね、いろいろと気をつけて、おいしいものをたくさん食べて、体を休めてください。はい、それではいきますよ。はい、はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。